こんにちは。それでは今日は GT さんの2019年モデルアグレッサーコンプが入荷してきたので見ていこうと思います。先日家族と一緒にユニバーサルスタジオジャパンに行ってきたんですよ。ユニバーサルスタジオジャパンに行ってきたんですよね。アグレッサーですね、まあ、3種類あります。まあ、街乗りのマウンテンバイクから少しだけ脱皮したような感じの位置づけですよね。エキスパート、コンプとスポーツとありまして、エキスパートとスポーツはご紹介してましたので、まあコンプを今日ご紹介することによってアグレッサー3種類全てご紹介し終わるということになりますね。実はこのアグレッサーコンプですね、1ヶ月ぐらい前にもうすでに入荷はしていたんですが、まあ、動画を撮る前にちょっと時間が作れなかったんでですね、まあ、展示をしていたらあっという間に売れてしまいまして、でその後、まあ、10連休に入ったりとかなんとかありまして、やっと再入荷したという商品ですね。まあ、こんな動画を撮るまでもなく売れる人気商品ということになってきますね。定価は 53,800 円で、ブラックとブルーがあります。今日は M サイズのブルーを使ってご紹介いたします。でですね、フレームはアルミのフレームですね。アグレッサーであれば同じフレームですね。まあ、GT さんといえばのこのトリプルトライアングル、何度も何度も言いますが、サイズは4種類あるんですが、 XS と S はここのトリプルトライアングルになっていないのでお気をつけください。フロントフォークは SR サンツアーさんのものになってます。スプリング式ですね。でメカは、まあ、シマノさんのパーツが結構使われています。フロントディレイラーがターニー、リアディレイラーもターニーですね。レバーがブレーキと一体型になっているアルタスになってます。ギアクランクはプロフィールさんのもので、42、34、24の3枚、ギアは3レースさんですね。14から34までの7枚なので、 3×7 で21段切り替えということになりますね。ブレーキは前後テクトロさんのワイヤー引きのディスクブレーキになってます。まあ、ディスクブレーキなので、まあ、リムもすっきりしたアルミのリムが使われてます。ステンレスのスポークですね。タイヤは 27.5×2.25 ですね。ぶっといゴツゴツのタイヤが使われてますよ。サドルやグリップにもこう GT さんとこうちょっと入ってるのが、やっぱこういうところがおしゃれですよね。重量は M サイズで 14.16kg ということになってます。エキスパートが 59,800 円、コンプが 53,800 円、スポーツが 49,800 円ということなので、6000円とか4000円とか違うわけですね。でその違いって何なのかというと、フレームとかですね、タイヤとかなんとかは基本的にも同じものが使われてますが、違うのはこのフロントフォークに、コンプとスポーツは 3×7 の21段なんですが、エキスパートは 3×8 の24段切り替えになってます。まあそれによってまあギアやリアディレイラーが違うというのも出てきてますよね。ブレーキに関しても3種類ともまあディスクブレーキなんですが、コンプとスポーツに関しても、まあ、種類の違うディスクになってますし、まあ、エキスパートは油圧のディスクなんで、まあ、ガツンとこう効くものになってますね。まあ、細かいことで言えば、エキスパートは油圧なので、まあ、レバーが一体式ではなかったりとか、まあ、シートポストがですね、スポーツに関してはちょっと短いものが使われてたりとかいう違いがありますね。このように見てきました。アグレッサーコンプですね。まあ、スポーツよりはちょっといいものに乗りたいっていう人が乗る自転車ですね。まあ、後々ですね、こういろいろ遊びたいなっていう方は、これの1個上のやっぱエキスパートが僕はおすすめです。価格の割にしっかりしたパーツがついてますので、おすすめのマウンテンバイクということになりますね。